3枚いきますね。非常宣言中の我が子の関わり方ということで、急遽ね、追加したものです。まあこれ言ってしまえばもう1ヶ月以上経っているので、もう皆さん頑張ってらっしゃると。いろいろ対策を練って、あ、もうこういう感じでやればいいんじゃないかとか、だんだん落ち着いてきましたという声もたくさんいただいてます。4月当初はですね、私にすごくメールと電話をいただいて、こういうの困ってます。この子供に声かけてください。すごく電話をいただいて、その度にこう対応して、お母さん困ってるなって大丈夫かなみたいな、心配あったんですけど、徐々にね、減ってきて、今はもう本当に1日1件、2件ぐらいとか、ちょっと電話とかね、ズームで、顔を合わせて子供と約束するみたいな、前はね、10件とかあったんですけど、今1件、2件ぐらい、今日もこの後1件、2件あるんですが、それぐらいになってきてっていう。で、その中で、まだ1ヶ月続くってなったのでね、関東近県の方は、まあ、愛知とか、そっちの方もありますが、一応ね、こういうところで困ってるって声をいただいて、私なりにこういうすればいいんじゃないですかみたいな、 もちろんやられてる方いると思いますが、それでよかったんだなみたいなね、確認も踏まえて、ざっと伝えていきたいなと思います。まずお母さんが困ってること、まあ、これ圧倒的に一番多かったのは食事ですね。1日3食ですよね。30日90食ですよ。これファミリー大手ファミリーレストランの飲み物を抜いた、メニュー数と一緒ですよ、大体。だからこの90食全部違うの作るのは到底無理ですよね。だからこれ辛いと。何が辛いかっていうと、この家族のですね、言葉、これ我が家も我が家も一緒ですよ。まあ妻は頑張っていろんなね、かぶらないメニュー考えて、でもうスーパーに毎回毎日行けるわけじゃないから、1週間に1回2回ぐらいしか行けないから、もうメニュー考えていくわけですよ、最小限に買うために。その中で、私のね、20歳と、17の娘がですね、今日も麺類だろうとか、今日も丼なのみたいな、丼って言っても麺類って言ってもすごい種類あるのにもかかわらず言っちゃうんです。その時妻がもうなんか、ああみたいな、もう嫌だみたいになるんですよ。なあ、これはもう我が家も一緒だなと思って、まあ、作って当たり前の空気感が母を追い詰めてるのはちょっと抜きますね。それはね、ちょっと思いました。だからここはですね、私はその時子供たちにも言いました。当たり前じゃないんだよって。この一日一食作るためにはメニューも考えなきゃ、買い物も行かなきゃいけないし、でお母さんが作るっていうのは今この通常じゃない非常事態なんだから、みんなで協力しようって。だから昼は、お父さんいたらお父さん作るし、長女に一緒に作ろうとか、下の子は料理したことないのこれ気に覚えようよってプラスに転じて、いろいろできて、じゃあこの前親子丼できたからさ、1週間後の今日も親子丼作ってみようよみたいな、じゃあ買い物所行くみたいな、そんな感じです。あと予定通り行かないストレスっていうね、掃除機をいつもはこの時間にかけられるのにかけられない、旦那がいる、旦那がテレワークをしている、音を出せない、子供も静かにしていなきゃいけない、テレビもつけられないみたいなね、なんかいつもの自分の空間、いつものルーティーンがいつも通りできないということが辛い。これ結構ストレスですよ。やはり、そういうイメージで、今日はこれやってこれやってこれやって、今日はあれやって、今日は天気がいいから洗濯物してとか、明日雨だから今日はあのうち布団干してとかみたいな、いろいろあるんですよ、お母さんの中に。そのルーティーンができないっていうのがストレスだっていうことをですね、お家の人に気づいてほしいなと、思います。あと自分の時間が確保できないっていうね、まあ、さっきいろんな理由があります。あと確認することが増えたということも言ってますね。例えばいつもは家に子供も旦那もいないんで、そんなものが動くことってないんですよ、土日以外。でも今ずっといるから、例えばハサミが元通りにないとかね、菜箸がいつもの通りのところないとか、例えばこれ食器を、我が家もだったら食器を洗って、いつも通りのところ戻してないと、大皿どこだっけみたいな、ちょっとそういうのイライラしちゃう。冷蔵庫の入れる場所もね、お母さんの中ではもう本当にきっちり決まってるはずなんですよ。そういうのもちょっとブレてくる、ずれてくるみたいなね、その確認すること、今日ご飯食べるのとか、お昼ご飯何するのとか、なんか聞かなきゃいけないとかね、旦那さんにいつ会社行くのとかね、そういうのも聞かなきゃいけない、確認することがすごく増えた。その確認する時間が増えたってことは、自分の時間が削られていくストレスを抱えているってことですね。これも理解するべきだなと思います。あと叱っても変わらないみたいなね、なんかもうずっとなんでいつも同じことで叱ってますみたいな、お風呂の蓋閉めなさいとか、トイレの電気消しなさいとか、もういつも以上に叱ることが多いけど、もうなんか全然変わらない、お母さんだけのストレスがうわーって溜まっていくみたいな、もう苦しくなる、そういう現象が今起きてるんじゃないかな、まあ、悪循環に入ってるかな、
思います。で、まあ、子供が困ってることとしては、これ最近知ったんですが、子供相談室、まあ、いろんな NPO とかいろいろ機関ありますが、子供からの相談件数が実は4月に入ってすごく増えてるって聞きました。で、ここに書きました、子供相談室、電話相談室、まあ、メールとかもあると思うんですが、子供から寄せられる、今困っていること、相談内容、将来の不安、友人と会えない、遊べないとかね、親に叩かれる頻度が増えた。これ一番多いのは両親の不仲なんですよ。お父さんお母さんが喧嘩することが増えた。多分喧嘩しないんだと思うんですが、まあ、ちょっと口調が強くなったりとか、あとご飯食べんのみたいなね、まあ、子供によってはそれは喧嘩って捉えることも、やっぱりこういつも一緒にこの期間って家族一緒にいる時間が多いので、お父さんお母さんがペースメーカーなんですよ。家族の雰囲気を作ってるその2人が険悪なムードだと、やっぱ子供の心もどん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 沈んでいく。で、友達も遊べない、自分の発散もできない、ただそれをぶつける、伝えることも今のこの空気感じゃできないみたいな、子供たちにもすごくストレスが、かかっている状態だっていうことは、お父さんお母さん知っていただければなと思います。で、大事なこと、家族でできること、これ私はもう本当に子供たちに伝えてます。何かのせい、誰かのせいにするんじゃないと。この新型コロナウイルス誰のせいなんだとか言ったところで何も変わらないんですよ。どこから作った、誰が作ったのか、どうでもいいんですよ。私たちにとっては、もう現状として今あることに対して我慢をして明るい未来に向かって進んでいくしかないんですよ。誰かのせい、人のせい、安倍がなんとかだか、政治がなんとかって言っても変わらないんですよ。だから私テレビ子供たちと一緒に見ますよ。よくコメンテーターが、この政治家の判断はどうですよねみたいなことを言うんです。私自分の言葉で言い換えます。今のを聞いて本当にそうだって思わないでねって。だってこの人批判しかしてないよ、この政策こういうのやっちゃダメだよしか言ってないじゃん。だったら言うんだったらこうすればよかったを言うべきだよね。でもそう言ったところでこの人はこの政策を変えることができないんだから、本当に言うんだったらそういう立場になればいいと。だからそれは参考にして聞くけど、それを鵜呑みにしちゃいけないよって私は子供で言ってます。だから本当に事実だけを伝えます。医療関係の方が頑張っている、政治家の人たちもいろいろ叩かれてますけど、でも国民のためにいろいろ決めて、いろいろ変えて、意見を取り入れて変えてくれている、そこには感謝しなきゃいけない。そういう事実だけ、ちゃんと子供に私は伝えるようにします。何かのせい、誰かのせい、これ今だけじゃないですよ。ずっと言い続けてます。野外でも言ってます。天気のせいとか、この人のせい、その誰かのせい、何かのせいにしていくと、悪を作る人になっちゃうんですよ。結局自分にベクトルが向かないっていうか、じゃあお前何したんだ、君はどう考えてるんだということが、多分その人の人物像になっていくので、核となっていく部分なんで、常に自分にベクトルを向けなさい。こういう時に自分が何ができるか、外出しない、帰ってきた手洗いをうがいする、帰ってきた時だけじゃなくて、気づいた手洗いをうがいする、それが自分ができることじゃない。あいつが悪い、誰かが悪いとか言うんじゃなくて、今君ができることはそれだよねって私は子供に言い続けてる、言ってます。あとは弱音を吐く、苦しみの共有ってことも大事だと思います。お母さんもう本当ご飯作るの疲れた、今日はさ、みんなで一緒に作ってくれない、たこ焼きでもいいよって、っていうことを弱音を私は言ってほしい。辛さの共有って大事なんですよ。家族だから一人で頑張るんじゃなくて、それ言われないとわからない家族もやっぱいるんです。私も妻に初め初期はですね、ご飯作ってて、私もテレワークなんで家でこう会議とかしながら、お昼ご飯できたよって言って食べてたんですよ。で、ある日、妻がですね、いつもより元気がなくて、リビングにいたんです。どうしたって言ったら、もうご飯作るのつらいって言ってくれたんです。あ、そうか。そこで初めて1日3食、30日90食、ファミリーレストラン多いじゃんみたいなこと言って、今頃気づいたって言われて、本当ごめんって言いながら、じゃあ一緒に考えようって言って、今は分担してます。昼は私がいたら作りますし、夜も、極力一緒に手伝うようにして、メニューも娘巻き込んで考えたりして、そこからすごく楽になったって、言ってますので、そういうですね、苦しみの共有、辛さの共有はぜひ家族でやるべきだなと思ってます。あとアイデアとして、子供が作れるものを考える、おにぎりとかね、サンドイッチとか、お餅、トーストとか、コーンフレークとかピザとか冷凍食品でもいいんですよ。この時期はもう異常事態だ。子供が作れるものをいくつか用意しておくと、お母さんも
見守ることができるし、あ、作ってくれてありがとうって、このありがとう不足もありますよね今ね。私一番この講演会で言いたいことなんだろうってずっとこの数日間考えてきたら、この非常宣言事態になって暗い話題ばっかりあって、辛いことがばっかりあって、みんなが辛いんですよ、みんなが苦しんでる、みんなが頑張ってる、その中で一番減ってきたのってなんだろうと思った時に、ありがとうっていう言葉なんじゃないかなって、これ自分自身にも思いました。娘が家にいる、それは本当遊びに行きたい盛りですよ。二十歳とか17だったらね、友達と部活とディズニーランド行ったりとかいっぱいしたいのに、彼女らは本当に家の駐車場までしか出ない、ランニング部活してランニングするときはマスクしていくって、その時当たり前って思わないで、あ、ちゃんとそうやって自己防衛とかね、ルール守ってるんだね、ありがとうって言うようにしたんですよ。で娘とか妻とかはっていう感じだったんですよ。でも言ってよかったなって思うことがありました。それは、娘が妻に対してありがとうっていうことが増えたんですよ。お風呂沸いてるって言って、沸いてるよって妻が言ったら、 ありがとうって、例えばそういうふうに伝わっていくな。だからありがとうはやっぱり家族の中でも今言うべきかなというふうに思ってます。で、あとルールを決めておくっていうこと、コロナ対策において、なんかね、みんなで集まる時間って絶対作った方がいいかなと。夕食でテレビを消して、食べる、で会話する、で今ね会話しちゃいけないって言われてます、横並びで。私の家もこの前が横並びにしましたけど、ね、食べ終わってから談笑するみたいなね、そういう時間を作るのはいいかなと、思います。で希望の共有ということで、今この苦しい状態抜け出したら何したいとかどうしたいとか、そのね希望は捨てないというか、希望を見続けるというか共有し続けるってことは、重要かなと。だから誰か一人が理解してあげればいいです。でこの人はこの人が理解するみたいな、一人の人を誰かが理解してあげることが必要で、一人で頑張ってる人誰かが支える、理解してあげるっていうことが、私は今私たちができる一番のことなのかなって。一人で頑張ってる人を作らないとか、ということかなというふうに思います。でお母さんがこう家で自分の時間を作れないとか、自分の居場所がなかなかないみたいな時は、これお父さんにお願いしてるんですが、子供とねウォーキング行く、まあ、もちろんマスクしてかもしれないですけど、ウォーキングするとか、その掃除の時間は手伝うとか、お母さんだけがやらないみたいな家族のルールをですね、これもお父さんの協力も必要かもしれないんですが、やっていただければなというふうに思います。で子供たちにも伝えたいのが、まあ、これお母さんでもいいかもしれないですが、私今の気持ちって今しかないと思うんです。忘れ去られていく、今この苦しい中頑張っていることを一言でもいいから言葉にしておくべきだと。私も日々に気づけている人ですが、コロナになってこう非常宣言になって状況が、通常授業ができなくなって、一番自分の中で変わったなと思うのがこの一言日記の量ですね。やっぱり感じることがいつもより多くあるんですよ。あ、みんなつり革つかまらなくなったなって、電車の中静かになったなとか、あ、みんなそれぞれ自分の中で意識して頑張ってる日本人すごいなとか、まあ、ニュースでいろいろ言われますけど、私は自分の目で見たことしか信じない人ですので、そういう家族を通して、世間を通して、まあ、メディアも通して、自分の中での思いっていうのがどん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 こう湧いてくる、それを残しておくべきだなと思うので、今辛いことも何十年後コロナを知らない子たちが生まれてきた時に、それを見ながらこういう思いだったんだよっていうことが私たちに実はできることなのかもしれないなと思ってます。日記とかね、一言日記とか言葉で残すっていうことは、ぜひやっていただければなと思います。4番いきますね。親子関係。